なんか、やいがそういうツイートをして、それがジョークだっていう話だけ知ってる。ひろゆきさんって偉大やったんやなって思う瞬間はあるよね。嘘を嘘と見抜かないと。俺配信中に言ったと思うけど、ゴリラから配信中にいきなり呼ばれて、え、何っつって言ったら、ベランダにいたのね。ガラス越しに、10センチぐらいの距離まで見たんだけど、ガチで怖えよ、見た目。やべえ、マジで間に合わねえ。間に合わなくてもいっか。そもそも100いってる人たちなんか何人いるんだ ?4 人中。いやでも山下結構やってるんだよな。まあでも、ツイッチバンされたしも配信やめるかもな。山下配信やめるって。山下くんはいない。いいね。まあ多分なんか、誰かになんかやられてバンされたんじゃねえかな。ああ、一回俺もツイッチで、フォローボットみたいなやつ、第三者から食らったことあったから、そういうのかもな、もしかしたら。いきなりツイッチの人が配信にやってきて、作業するんで気にしないでください、つった瞬間、何々が追放されましたみたいなログが、めちゃめちゃ流れた。確か Apex やってる時だったかな、あの時。Apex であそこやってたな。オリンパスの真ん中のワープする場所、タケノコの近くのワープする場所のその左隣にある門のところにいたのをよく覚えてる。なんでこういうのばっかり覚えてんだろうな。いた場所まで覚えてんのウケるわ。都会に住んでると田舎に住みたくなるし、田舎に住んでると都会に住みたくなる。都会の方が便利だね、ぶっちゃけ。東北、東北側で俺が行った中で一番都会っぽかったの仙台だけど、俺の記憶が正しければ、まあ、八王子と同じぐらいのレベルだった。ちなみに、我らが誇る福岡はもうちょっと都会です。名古屋とどっち？え、名古屋ってさ、名古屋駅何回か行って、名古屋駅の周りちょっと歩いたぐらいだけど、名古屋駅の周りって何もなくないか？でっかい道路しかなくない？多分東京の次が、おそらく大阪で、大阪の次が福岡で、福岡の次が北海道ぐらいの。あ、横浜か。確かに横浜はそうかもね。横浜は入るな。俺も全県行ったわけじゃないから、俺の行った中でって話ね。いや、福岡はね、結構物あるぞ。ちなみに博多と天神のことは嫌いだけど、嫌いだから割と客観的に見れてるとは思うけど。横浜どんぐらいだろうな。横浜は大阪の一つ下ぐらいじゃね。東京、大阪、横浜、福岡、北海道。人口密度、人口密度って。人口密度で言ったらそれは関東が強いやろ。北海道とか低くなるやん、そしたら。千葉住んでたことあるし、埼玉も行ったこと何回もあるけど。あ、まあ大宮はちょっとでかいかな。大宮でかいけど、やっぱその、でかさの範囲とかがやっぱ狭いんだよな。ちょっと離れると人いなくなるし。でかくて何でもありそうだけど意外と何にもないんだよな、大宮って。それこそあれ、仙台と同じぐらいのイメージだな。大阪はやっぱりね、何がすごいかって、まあ東京に似てるんだけど、範囲が広い。栄えてる箇所が多い。福岡はまあ結構でかいよ。天神、博多から中洲ぐらいの場所まで。結構広範囲だね。遊んだり、飲んだり、食ったりする場所は。この地域の話は、俺、本当に、ちゃんと客観的に見てるつもりではある。俺が言ってる範囲だから、まあ、かなり主観だけど。主観の中の客観。まあ、そうだな、偏見ではあるな。それで言ったら、関東圏の中で言ったら、千葉とか、駅の周りとかガチで何もなくない？俺、初めてだぞ。ロータリーで暴走族走ってたの。千葉駅で見たの。地元でも見たことなかった。しかも俺が20代の時だから10年前だからね。そんな昔の話じゃねえからな。まあ昔の話だけど、暴走族的な歴史で言うところの昔ではないからな。そんななんか昭和の話とかじゃないから。ディズニーランドもやっぱり人が多いけど、ディズニーランドの周りは人がいないから、遊ぶ場所的な意味での人はいないよね。福岡はね、実は美人多いです。はい。これは 100% 偏見としか、まあ俺の目で見たものをそのまま伝えるとそうなる。統計を取ったわけではない。偏りはあるでしょう。福岡、北海道は割と鉄板。寒いところは可愛い子が多い、まず。俺はよくゴリラに B 線って言われる。あ、違う、ゴリラの話じゃなくて好きな芸能人とか、この子可愛くないってゴリラが言った時に、で、俺がこの子めっちゃ綺麗な顔してないって言ったら、ってなる感じで B 線だよねってめっちゃ言われる。いや、覚えてない。俺名前知らないもん、そういうこと、時言う時。俺芸能人の数全然知らない。でも俺が好きなのはゴマキやね。今のゴマキかなり好きだよ俺。YouTube に動画上げてる今のゴマキ。あと誰だろうな。でもその、この子可愛くないとか唐突に出る子は下手したら芸能人なのかどうなのかもわかんないことあるからな。あ、深田恭子も俺好きだね。え、でも別に深田恭子とかゴマキの話してる時に言われたわけじゃねえんだよな。それで言ったら俺、幸薄そうな顔マジで好きなんだよな。薄い顔。
あ、小西真奈美とかも近いかな。てか当時好きだったな。北斗晶、北斗晶全然幸薄そうじゃねえだろ。豪運って感じするじゃねえかよ。運の塊みたいな人だろ。名前からしてだってそうじゃん。北斗の名をつける、もうそれすなわちやっぱ北斗七星に選ばれし者だし、幸せも後からついてくるどころか力でもぎ取る。幸なんか全く薄くないだろ。力でねじ伏せるタイプだろ。いや俺がお坊さんだったらな、そこら辺のなんかインスタグラムかなんかの画像を漁って、あこの子かわいいとか、あこの子かわいくないとか言うんだけど、もうちょっとさすがに俺お坊さんじゃねえからそういうの言えないんだよな。お坊さんそんなこと言わない。まあ、でも言ってるみたいなもんでしょ。配信上で可愛いとしか言わなかったとしても、その可愛い子を映してね、可愛いって言ってる時点で視聴者は、あこういう顔が好きなんだとか、あんま可愛くなくないみたいなのがあるってことは、まあ俺が今やらんとしてることはあんまり変わらん。その可愛くないって言わなかったとしても、俺が例えば、まあ、可愛いと思う子だけを配信で映しても、え、この子が可愛いの？マジ？みたいな。あ、そしたら結構 B 線やねみたいな話になったりするわけじゃん。その B 線の話はまあ抜きにしても、B 線の話はまあ今始まったあれだから、そうじゃないにしても。やっぱ俺は、俺の発言と配信のコメントまで俺の責任だから。そうならないようにやっぱりしないといけない。コメントはやっぱり多少コントロールしようとしなきゃいけない。まあでもそういう人だいぶ消えた。最近俺の配信にそういう人いない。人の配信見てるとき俺めちゃくちゃブロックするから。自分の配信じゃしないレベルでも俺結構俺ブロックすんだよ。俺が多分嫌なコメントが流れてるのにブロックしないの LJL ぐらいで。LJL はガチでブロックしない。LJL だけに関して言えば、あの雰囲気を俺は楽しみに行ってる。なんならコメントが表示されてないと違和感を覚えるほどには、コメントと共にコンテンツとして楽しんでる俺は。やい引退？やい引退って、ジョークじゃないのあれって。ツイート自体見てないけど、なんか、やいがそういうツイートをして、それがジョークだっていう話だけ知ってる。ひろゆきさんって偉大やったんやなって思う瞬間はあるよね。嘘を嘘と見抜かないと。ひろゆきさんが偉大かどうかを置いといても、偉大な言葉を残してはいる。あんな十何年前に言ったセリフが、今でも変わらないっていうのは、すごい発言でしたね。あの言葉は、本当に真実だよな。でも分かりづらい。いや、でもそうなんだよ。ネットに転がってる嘘とかジョークとか、まあ、勘違いによるものって、すごく嘘である可能性があるから、やっぱりそれを人に伝えるときに、まあ俺は別にこのコメントとかには俺強制しないけど、その人に伝えるときにネットに残すってめっちゃ責任の重い行為だと俺は思ってるから、例えばそのツイートを見たときに本当に確信を持った状態じゃないと、また第二第三の自分が生まれていくわけだよ。自分が一回書き込むと、それをまあ100人が見たとしてもすごい広がり方するわけじゃない、一回書くだけで。だから自分が書くときとか喋るときは気をつけなきゃいけないとは思ってるけど、まあ俺も普通にそういうのはよくやる。数を減らそうという努力はしてる。あ、そういえばなんかどっかの県でさ、どこだっけ、どっかでなんか猿が大量発生してるみたいな、なんか住宅地を大量の猿が集団行動してるみたいな、なんかニュース今日あった気がするな。今日だか昨日だか、ちょくちょく怪我人も出てるみたいなのを見た気がするけど、猿って怖えからな、危ないんだよなやっぱり。猿とかさ、絵にしがないわけじゃないですか。縁が普段生活してたら。だから俺らのやっぱりイメージ上の猿って、ラージャンみたいな猿じゃなくて、あーいあいって言ってる、やっぱ可愛い、浮きって、ひょうきんな顔した猿なんだよね、イメージが。でも現実の猿って怖いんだよな。いや、動物怖い。俺、前の家でさ、ベランダにアライグマ来たことあんの。俺配信中に言ったと思うけど、ゴリラから配信中にいきなり呼ばれて、え、何っつって言ったら、ベランダにアライグマいたのね。ガラス越しに、10センチぐらいの距離まで見たんだけど、アライグマとかガチで怖えよ、見た目。とても触る気にはなれない。アライグマってイメージ上ではやっぱりちょっと可愛いじゃん。ガチで怖えぞ、あいつら。手とかバカでけえし、爪とかとんでもない長さしてるからね。本当に怖いよ、あれ。もう本当に獣って感じ。ちょっとムカついただけで簡単に人殺せる能力ぐらいは持ってるはず。Thank you.